1月16日、スマイルアップ、旧ジャニーズ事務所に所属する、カトゥーンの中丸雄一が元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈との結婚を公式サイトで発表した。11日には近畿キッズの堂本剛も女性4人組アイドルグループ、桃色クローバー Z の桃高菜子と結婚したことを連名の文書で報告している。中丸と笹崎に関して、メディアは全くのノーマークでした。また、剛と桃田の2人の交際も、噂になることなく、密かに愛を育んでゴールインしたことが驚きです。近畿は女性ファン、ももクロは男性ファンがそれぞれ大きな支持層、それにもかかわらず、あっさりと結婚を発表してしまい、ファンも祝福ムードです。特に、剛に関しては、創業者のジャニー喜多川氏、その姉のメリー喜多川氏が存命だったら、結婚どころか交際すら認められなかったでしょう。実際に2001年に剛と女優、山口さやかの熱愛を、フライデーが報じたとき、事務所は、ノーコメント、とすらコメントをしない完全スルーの対応でした。新体制になった旧ジャニーズだが、所属タレントのプライベートに対する許容範囲は大きく変わりました。その証拠に、今年の元旦は旧ジャニーズの所属タレントたちの結婚を前提にした熱愛報道が相次いだ。これまでに明らかになっていなかったところでは、カトゥーンの亀梨和也とフリーアナウンサーの田中みな実、ニュースの小山圭一、ローとトリプル A の宇野美沙子の熱愛が報じられた。これに加えて、すでに交際が報じられていた、ウエストの桐山明人とバレーボール女子日本代表の狩野舞子も結婚の意思を固めたと報じられ、この全員が結婚予備軍と見られている。例えば昨年であれば、こうした記事は出せなかったでしょう。新会社、スタートになってからの、旧ジャニーズならありえないタレントファーストへの激変ぶりに関係者たちからは驚きの声が上がっています。剛の相方、堂本光一も昨年2月に桃田と同じ事務所に所属する女優の佐藤めぐみとの10年愛が報じられているなど、すでに名前が出た以外にも結婚予備軍はまだまだいる。今年以降、旧ジャニーズ所属タレントたちのかつてない結婚ラッシュが到来しそうだという、TOKIO のメンバー3人の中で唯一独身の松岡昌宏は、今年で交際18年目となる彼女と同棲中で事実婚状態、そろそろけじめをつける頃かもしれません。また、関ジャニ∞の大倉忠義と女優の広瀬アリスも、結婚しそうな芸能人によく名前が上がります。さらに、平成ジャンプの有岡大貴は女優の松岡茉優との7年越しの交際を昨年6月に報じられており、ソロで活動する中山優馬も昨年に、フライデーが9年間交際する年上彼女の存在を報じている。まだ交際が発覚していない所属タレントも少なからずいるはずです。かつて旧ジャニーズでは、事務所として恋愛も結婚もご法度というのが暗黙の了解で、それが発覚した場合にはファンも猛然と批判したり反発したりして、離れていくのが普通でした。でも、それもすっかり昔の話、最近ではファンが推しの結婚を祝福する流れになってきているので、ここ23年で世間に交際が知れているタレントたちはことごとく結婚してしまうのではないでしょうか。この状況の変化に一番驚いているのは、ここに来て交際を報じられたタレントたち本人なのかもしれない。